ヤオ土木事務所が入居する大阪府中、河内府民センター。ヤオ土木事務所とは、大阪府中河内地,地域を管轄する大阪府の土木事務所。無名称は土木事務所であるが、大阪府の地域力行政、直接行政のを総合的に担う機関であり、他府県の土木事務所とは、行政の守備範囲が大きく違う。大阪府内の土木事務所では一番小さいエリアを、 所管するが、中心部に位置し、7つの土木事務所でも常に新規施策を実証的に行う、筆頭土木事務所と位置づけられている。従来の土木行政である一級河川、砂防、国道、主要地方道、一般不動、不営公園を当然に行っている。大阪府内の土木事務所では、活動力ではナンバーワンと評されており、 大阪の地域力行政の戦闘を担う存在となってきた。2009年4月から地域支援課が設置され、地域力再生の取り組みなども所管することになり、2006年度から移管された消防団関係、地域防災関係の業務とともに、小学校区単位エリアでの地域団体支援など、地域力強化への取り組みも行うようになった。地域支援課の所管する業務は、 全国でも他に類を見ない土木事務所業務の多角化であり、ある意味実験的要素もあったが、大阪府内7つの土木事務所の中央に位置する八尾土木事務所では、小学校の芝生化地域安全センター設置推進、地域力再生事業など広範な業務で7つの土木事務所の先頭に立って、業務推進に当たっているという。2009年度からは、建築職職員も配属され、 住宅耐震の推進を管内市町村と共同で実施しており、東大阪市内を中心に木造住宅の耐震診断が大幅に進んだ。2010年度からは本格的に警察官も配置され、本格的に地域安全センター推進に踏み込んだ。2010年4月25日現在、長瀬東港区地域安全センター、竹福地地域安全センター、 高安南地域安全センター、太平寺航区地域安全センターが設置され、地域防犯活動強化にも、実績を上げている2010年5月5日には、東大阪市、河野池東航区地域安全センターも開設された。郵便番号581-000 5大阪府、八尾市町内町2丁目1-36。ありがとうございます。